チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。タクトでしょうか。はいはい、はい、でまた何かあると、うん、まあ今みんなね才能開花するのに一生懸命、はい、まあ今は何はともあれでやってると思うんですよ、はい、でまあ才能開花の扉だっけ、開花の扉です、うん、まあ、コーナーちょっとコーナー度っぽいっていうあれで、はいはいはい、まあそこで素材をね手に入れられるんで、まあ一番手っ取り早いって感じで、まあ、そこ取りあえず回れと登れるとこまで登ってると一生懸命たぶんね、あれ40回目であるんだっけな、なんかやたらありましたよね、 あれね、上の方は現状行かれないんですよ、今登頂できるやつは多分いない、あ、じゃあ今後多分新キャラプラス、はい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 、これが開花したらとか、多分デボラとかでもうこういうあたりが開花していかないと多分クリアできないんじゃないかなっていう、うん、感じで、今多分見てると一番登ってる人って33とかこのぐらいかな、35までは行ってないぐらい、うん、分かんないですけど、今もう現状分かんないですけどね、うん、40はまだいないんじゃないかと、そう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 、はいはいはい、ほんでまあよく言われてるのが20回はフォレストドラゴンかな、はい、またフォレストドラゴン、ああそうそうそう、あそこちょっとね、まあでも、はい、まあ前回のあれのちょっと、うん、パターン替えみたい、まあそこにメタルドラゴンが入るんですよ、ああ開花されたミサイルめっちゃ撃ってくるか、そうそうそう、はい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 、そこと、まあ、25回のカイザードラゴン3体カイザードラゴン3体、ここがまあなんか難所ですかってよく言われてるんですよね、はいはいはい、はい、うん、でね僕カイザードラゴンこれは結構まあまあうまくいったんですけど、ああそうなんですね、ただね僕あのまあいろいろ他の人のパーティーとか見てたら、はい、まあ、やっぱ圧倒的に竜王を使ってるんですよ、どっちのですか、漢字竜王、漢字竜王、漢字竜王でこれが壁になるんですね、結局デイン体制持ってて、はあはあ、っていうような多分そういう感じで、はい、でこの竜王にスカラをつけると最強みたいな、ああもう壁、まあ、そういう感じなんですよ、はい、でまあエスタークももちろん使うんですけど、はい、エスタークにもスカラ、はいはいはい、でこれ僕たまたまスカラつけてるんですよ、エスタークおっやった、だからこれはもう有効だったんだけど、はいはい、竜王にスカラかと、で最初ちょっとやっぱ僕苦戦したんですね、はいはい、メンツで、はい、いや竜王にスカラつけるのかって、僕これ実は竜王にチョコ投げをつけてて、チョコ投げ、チョコ投げ、ほうトリックグレイチェルの時に来たはいはい、まあ、だから要するに回復なんですよ、はい、これを外したくない、はい、あいいスキルだね、いやだって、うん、それ以降一度も出てないから、まあ、ああそうか、そうそう、イベントのなんか書だったなんでこれ外したくないなと、ちょっと竜王にチョコ投げが面白いですけど、まあ、チョコ投げをつけて、はい、とりあえず外したくない、トリックグレイチェルだっけな、まあでもじゃないですか、バレンタインにあの多分あれですよね、そうだよね、あのサンタクロスとはちょっと違うよね、ハロウィンじゃないかなと思うんですけど、はい、そう、それだからちょっともう竜を外したくないな、それがないと完全壁にならないと竜を正直あまり使えないんですよ、ああスカラないとそこには攻撃はあまり入らないですね、はい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 、ドラゴンスイングとかやってもなんでじゃあちょっとどうしようかなと思って考えたのが、まあ何にしても守備力を上げるっていうのがもう絶対条件になってくるんですね、はい、なぜかっていうとこの3体のカイザードラゴンはもう初っ端からバイキルト打ってくるんですよ、初っ端な、そう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 、はい、でまあしょうがないどうしようと、でスカラつけてるのどれかなとか思ったけど、やっぱり体勢の問題出てくるんで、まあ、スカラ持ってるってわけじゃない、そうです、でこれね、あの候補に上がったのがフォレストドラゴン、おこっちもフォレストドラゴンで、あの、はい、要するになんかオーラみたいなのがあるんですよ、フォレストドラゴン、はい、はい、あれをやるんですね、ほうほうほう、そう、ほんでもう初っ端からセラフィーにまずあの回復一番真ん中で食らうやつに対して守りのあれを打って、はいはいはい、でまあスタークが登ってってスカラを打ってて、まあとにかくガチガチにした状態で、うん、ねあれオルゴデミーラの、はいはい、あの要するに変身のオルゴデミーラ強くなった方が、そうそう、はい、これに僕ヘナトスつけてるんで、でヘナトスも絶対一体必要なんですここ、なるほど、はい、まあなんてバイキルト打ってるんで、まあ向こうもグリーンとかね、そうそうそう、はい、でまあそんな感じ、ヘナトス2体持ってたらまあ結構楽、あただ僕はもうヘナトス1のスカラ1でやってるんで、その代わりをねちょっとまあいろいろやったんですけど、はい、まあこれねいろんなちょっとやり方があって、はい、まあ一番のメイン火力になるのは、エスタークの、うん、自己スラッシュなんですよ、自己スラッシュ、はい、で3体並んでるところでバッシュと、はい、ただこのカイザーの動きがまあいろいろするんですよ、結構ランダムな、そう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 、で特に最初に1手目全員カイザーの方が早いんだけど、はい、こいつらがバイキルトを打つんだけど、うんうん、どこに打つかがランダムなんですね、ほう、要するに A が B へ打ち B が C へ打ち、はい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 、C が A へ打ちとか、まあ、そういうもうバラバラなんですよ、ほうほうほう、とにかくここは1個にまとまるのを待つ、どっか1個に集中するの、そうですそうです、ほうほうほう、 A に集中するとか、はいはいはい、これを待つんです、はい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 、でなるべくその真ん中のそうですね C なの C かな、とにかく火力一番その耐性が弱いところにバイキルトが打たれないようにするっていうのがまあポイントなんですけど、はいはい、でまあこの
カイザードラゴンの攻撃は大義、はい、なんかあの雷神座みたいななんかそんなのと変な息を吐いてくるんだけど、基本息にさせるっていうのがポイントなんですね。攻撃を。そうそうそう。で、まあいろいろあれこれやったんだけど、まあ毎回やるごとにやっぱ変わっちゃう。まあそうですね。うん、でまあもう本当に一個に集中するの待ってても時間かかるからっていうんで、はい、まあちょっといろもういろんなパターンでやってたんですよ。ほんでこれ今ちょっと画像を出してもらいますけど、はいはい、この形ね。僕今見ちゃってます。はいはいはい。この形になった時に。ごちゃごちゃしてる。はい。はいはい。これね、はい、まあ、言っちゃえば、はい、左前にエスタークがいて、はい、真ん中にミルドラース、はい、その後ろにフォレストドラゴン、はい、で、その横に、まあ、セラフィー。セラフィーですね、はい。で、ここにオルゴデミラいます。はいはいはい。で、オルゴデミラはな、あ、じゃない、デスタムーア。デスタムーア、はい。まあ、なんで連れていくかっていうと、これ、賢さを下げる。魔界の規律のずっと打ってるんですね。だから攻撃力が下がる状態。はいはいはい。魔力で。で、この状態になった時で、まあ、このオルゴデミーラは、はい、要するに左のやつにヘナトスを打つやつ、うん、と、うん、この左のやつに、なんか一個攻撃があるんだけど、はい、そこがこの位置で届くんですね。はいはいはい。それをしながら、まあ、エスタークで削っていくパターンなんだけども。これが陣形だ。これがね、不思議となんですよ。これわかんないですよ。僕本当に解析とか一切やらないって言ったんで、はい、もう当たり前、これ知ってるよっていうやつもいるかもしれないんですけど、はいはいはい、この形にしたら、はい、なぜかエスタークとオルゴデミーラに攻撃しないんです。え、しないんですよ。ずっと真ん中で息を吹くと。ほう。ほんでこの左のやつはバフをかけるっていう変な踊りで、ね、その真ん中のやつなんですか。そうそうそう。ほうほうほう。まあ自分にかけたり。あ、そうか。とにかくこれずっとだからオルゴデミーラで、オルゴデミーラじゃないデスタムーアで賢さを下げ、はいはい、フォレストドラゴで守りを作り、はいはい、エスタで食らうのがもうこの2体がほぼメインなんで、セラフィーとフォレストドラゴで、フェラフィーは回復をしてる、はいはいはい、であと延々ここは攻撃をして見計らってヘナトスってやってるだけで、なんかね、これ僕ちょっと一瞬バグかなと思ったぐらい、もう何回もいろいろやってて、この形になった瞬間に前の2体が攻撃を食らわないっていう現象が起きたんです、はいはいはい、でこれ僕は分かんないです。もう二度とこれを以降にやってないんで、この形に持っていくのも多分狙って想像できるものではないと思うんで、正確にどうかっていうのは僕は言わないし、もしかしたらもうこの時点で僕は勝手な憶測かもしれない。本当たまたま食らわなかっただけかもしれないんだけど、確率がいい。ただ僕は倒すまでこの2体は食らわなかった。へぇなんで、まぁ、ちょっと、めちゃくちゃ暇な人。はい。ちょっとこの検証をしてくれ。自分もやらない。そうそう、してくれ、くださいっていうのと、はいはい、まぁ、この25回でけつまずいてる人は、ちょっとこの形を、狙ってみて、まあ、このキャラがあってこそですけど、はいはいはい、はい。まぁ、ちょっとこの形を狙ってみて。ちょ、いいんじゃないってことね。そしたらもしかしたら、ぬるげーって思うかもしんない。へぇね。まぁ、なんで、ちょっと、そういうちょっとあったんで、はいはいはい、まあ、今回は、タイムリーにちょっとその話を。なんかしてみた。逆に聞きたい。これが本当に、まあ、バグなのか。本当にこういうあれなのか。そうそうです。だから本当にもうね、解析大好きな人。はい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 。もしこのチャンネルを見ててくれたら、コメントでね、いやこれそうだったよっていう形もあるし、いやいやいや、そんなことはなかったと。あっさり殺されたというかもしれないし。どっちを天罰しようと気になりますね。そうです、はい。なんで思わず僕はね、この画像を撮ったのスクショしちゃったんですけども。なるほど。そういうことなんだ。はい、じゃあもしいらっしゃったらよろしくお願いします。はい。いうことでしょうか。はい。はい、じゃあありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。